信じてます。田川陽介の神対応に称賛と心配の声。被害者にもかかわらず、満面の笑みどころかおなじみのポーズまで披露する神対応に称賛の声しきりである。妻で女優の藤吉久美子、56、の不倫報道が、飛び出したタレントの田川陽介、58。バスタビーっておなじみの持ち前のリーダーシップを発揮し、夫として、タレントとして、思わぬ事故にも迅速かつ丁寧に対応する姿について、コラムニストの檜山珠美氏は、リポーターの、お姉様たちを味方につけ、非の打ちどころがなかったですね。という。藤吉不倫疑惑が、週刊文春で報じられることを受け、発売日当日、14日に所属先のサンミュージック本社で開いた記者会見。うちのバカモンが、本当にバカモンが軽率な行動をとり、お騒がせして申し訳ありません。と、開口一番から、カツオ、お叱る波平さんのようにバカモンを連呼し、嫁の脇の甘さを謝罪し続ける田川に、世間の多くは同情を禁じ得ないだろう。週刊誌には、藤吉が大阪 ABC 放送の50代男性プロデューサーの自宅マンションに合鍵を使ってスムーズに入る様子や、寄り添うツーショット写真などなど、あらゆる証拠がてんこ盛り。仕事のイベントで訪れた宮崎県内では、ホテルの一室で一晩を明かしたと報じられた。その経緯について、田川は、疲労困憊だった藤吉が、相手からマッサージを受け、そのまま寝ちゃった。という説明を受けたそうだが正直、そんな言い訳は今時の小学生にも通じまい。田川も、誰が見たって疑うでしょ。と、呆れたが、離婚はしないときっぱり。事情聴取のように、3、4時間かけて話を聞きました。何もありませんって言うからそれで終わり。信じてます。僕も納得していて全然平気。と、言い切った。そして、16歳の長男と、家族、3人で川の字で就寝したことも明かし。僕が、2人を守る。三角形を絶対壊したくないんです。と、最後まで相手の男性に対しても恨みつらみを吐くことなく、おなじみの、ルイルイ、ポーズを、4回披露し会場を後にしたのだった。寝取られた側の亭主が、大丈夫というのだから、あとは、家族間の問題。外野がとやかく言うことではないが、前室の檜山氏は、この田川の完璧さが逆に心配。とこう続ける。14年、4月に、深川俊和の嫁だった、土屋香織が割烹料理店主との不倫が、報じられた際、ふっくんは夫婦関係の修復を望みましたが、結局、離婚した。たとえ妻であり、母であっても、一度、不倫の快楽という、蜜の味を知ったら、女は元には、戻れないなんてケースもありますから。当事者である藤吉は、14日、23時過ぎに仕事先から羽田空港に到着。報道陣に囲まれると、今回は私の軽率な行動によってご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。と、消え入るような声で謝罪するとあとは、号泣するばかり。男女関係については、首を横に振って否定したが、このまま雨降って地固まるとなるのか。
Thank you.